こんばんは。こんばんは。久しぶりですね。4日ぶりですね。しんのすけでございます。おー、俺たちのパチスロ鬼の城でございます。はい、これいつ出たんですか？2013年5月ということは7年前に出た機械でございますね。あー、いいっすね。はい、でこれ設定6ですね。はい、設定6です。お、セクシーだね。で、これ彼女を見てください。この後ろ姿しか見てないですけども、彼女が桃姫って言います。ちょっとよく覚えておいてください。桃姫、もうこの鬼の城の白いんです。いいですか？白いん、いい。ちょ、めっちゃ大事だからね、桃姫ね。ほら、見てくださいねえ。はい、で、また桃で、これが下段まで来れば強チェリーだったね。これ弱チェリーね。これ弱チェリーで、まあ基本的なことを言うんですけども、当たったら鬼狩りラッシュっていう特化ゾーンからスタートします。鬼狩りラッシュっていう特化ゾーンからスタートします。まあ当たったらあれですけど、あ、これで今3ゲーム連続同じ演出なんでだいぶ濃いね。はい、これは番長でいうところの特訓であり研修ですよね。熱っ、熱っねー。おお、これはちょっと耳寄りだね。これはちょっと当たるやつですね、これ。おっと、あー、これね。で、このでっかい、あー、出てこないね。あ、まあこれ四天同士ですね。一本か。お、鬼縛り来たよ。お、来るぜ来るぜ。ふう、あれ、ちょっと弱いね、攻撃弱いね。だいぶ酔っ払ってんな、お前。Yes, I do! いや、たまんねえな、おい。決まったぜ。はい、で、こっから夢が始まります。で、当たりました。で、そうすると戦記の時っていう1ゲームあたり純増2枚の ART に入るんですけれども、その ART のゲーム数を最初の特化ゾーン鬼狩りラッシュで決定します。いいですか？あー、つなーぐよー。とりあえず一発クラッシュな。で、鬼の城到着ですわ。で、桃姫を救出すると。はい、今 ART の準備状態ね。準備状態。はい、来るぜー。はい、これが突入リプレイね。突入リプレイが揃って鬼狩りラッシュ。これみんな好きだよな、鬼狩りラッシュな。ほいで、こっから、リプレイフラグを引くと、鬼狩りラッシュが継続してれば、絶対7が揃います。いいですか？いいですか？これが、ダメだと、終わっちゃいます。このラッシュが終わっちゃいます。はい、はい、いきますよ。はい。で、これもう7揃いますね。いくよ。これ30ゲームだ、基本。あ、うわ、ちぇ。で、まあいいわ、ちょ、一応説明しとこうね。30でピンってなった時に、ここのスタートランプがね、つかないとロングロック確定なんですよ。ここのランプがつくってことはロックが解除されて、もうレバーオンできる状態のこと。でも、つかないイコール、フリーズしてるってことで、
こっからさらに100まで伸びます。いいですか。あ、危ないね、危ないね。リプレイ揃ったらダメだから。あーダメだ。でこれでリプレイ揃って7が揃わなかったんで、あー2個だったんだね、ループ率もなかったんだねっていう感じです、ね、で初期ゲーム数が60ゲームで ART スタートと。はいはい、暑っ。これ静か御前ね、ちょチェリー太陽、はい、暑っ。あ、いいよ、セクシーだよ。あ、いいね。これもう3連続同じセリフなんで。あー、おい、いいよ、これ来るべ。これ、あー、お前ちょっと待て、お前。あ、いった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 。不正の句を唱えよ。はい、こちら羅刹という敵でございます。まあ一番の難敵であると。でそれぞれ鬼には苦手なあのフラグが用意されてまして、羅刹に関して言うと、キョーベルが苦手。もうだから何でもこいつは強いわけ、何でもこいつは強い。でさっきの静か御前、女性は、チェリーが弱いで、四天王寺はスイカが弱いっていう決まりがあります。で基本鬼の体力って1000なんですけれども、1000でベル1回当てると最低100ずつ減ってって、10回要は減らさなきゃいけないわけ最大で。でも ART 中はなんと鬼の体力が300からスタートするんですよね。これがもうこの暑さたるやね、これをまた言える時が来たなんてもう本当に至福でございますけども、だ3回ベルを揃えば我々の勝ちですよ。その代わりリプレイが揃っちゃうとピンチっていう。いくよ。ガッ！おい、ちょ、ベルやめろ。あー、ベル！いきますよ。アロー！危ない！避けろ！ダフー！イエス、最後。よし！はい、おっと今の攻撃のダメージ200でしたね。これはちょっとワンチャンあるね、ワンチャンちょっと鬼神状態あるね、はい、うまい。ちょっとお前ら、ちょっとお前、あーダメだー、ダメだー、あー、うん、お前くー、無限の地に果てよ。でも負け、負け、もう勝てばもう幸せが待ってたのに負け。で終わるんですけども、ここで継続演出に発展します。たっぷり楽しませてちょうだいね。はい、でまあ鈴鹿御前を倒すといよいよ裏との直接対決になるんですけれども、この継続演習はレア役でその逆転抽選みたいのをしてまして、基本的にはあらかじめ振り分けられたテーブルによってこの内容決まっちゃってるんですけれども、一応目指すところはレア役を引くこと、レア役を引くことです。はい、ちょ厳しいよ、ね、大したことないのね。まあまああれだから、とりあえず一発目だからさ、ちょ落ち着く時間が俺には欲しいわけですよ、でこれ今滑ってますけども、終了リプレイがおそらく揃うと思われます。はい、斜めリプレイで終了リプレイって感じ。今のこれがミニマムだね、一番ダメだったパターン、ミニマム。ひでえことしやがる。おっ、あーこれ惜しいか、まあいいか、まあいいよ、はい、もう大丈夫だ、もう大丈夫だ。はい、強チェ655分の1なんで、これは一発鬼神回戦ぐらいは期待できる。あー豪勢だね。渡りガニですか、ん、それともん、タラバガニ、
誰？さあ参りましょう。で、鈴鹿はもうとにかくね、チェリーが苦手だからね。いくよ。あっち、もうレバーが、もうレバーが、踊れ、お前ちょっと、お前下手だな。ちょ、おあーいいね、これまあまあ強い、まあまあ第三がもっと強いんだけど。この体力を超越してオーバーキルしたいわけ、私たちは。いい、だちょっとここはこうじゃない感はあるけど、うぅぅぅ、やっば、やば、やば、オーバーキル。これはなんとですね、ループストックじゃない、ループ率、さっきの鬼狩りダッシュ7がいっぱい揃う状態でのループ率が非常に優遇されるという。いくぜー、鬼狩りダッシュ。さあ七ぞろい二角、うお、あち、危ない、この出目危ない、あー弱っ、弱いよしんのすけ、それあかんって、これがね、さ、4回目が揃うのと揃わないんじゃ、まあ運命の差ですよ。いきましょう。あっ、あっち、ああ、ちょっと順応して紹介してみっか。あっ、やっ、チョピー、チョピー、キョーチェリー、うー、もう新幹線来るからね。あー来てるぜ。あつ、これがまあいわ俗に言うアザザザさんたちの画面と言われてて、まああんまりこう大きい声では言えないやつなんですけども、まあ 2D 風っていうのかな、 2D 風、 2D 風の新幹線なんですけども、勝てて加えてこう回避率が高い、だこれは勝たなきゃダメだよ。レプレイ揃っても相手の攻撃にならないことが多い。お、熱いねー。さあ攻撃が 100?200?200、 これはもう戦死状態ですね。ええ、危ない危ない、ラセスの攻撃、あーまずいね。よし、ナイスナイス、はい、やりました。中の、新回戦勝つとこの選択演出になって、まあ7が揃うんですけれども、待って、桃姫ボーナス2つあるんだが、2つあるんだが、2つあるんだが、もう1つでも熱いの、あうん、ああ始まってしまった。7揃いのカットインなんだ。
だけど、ね、リプレイの時の一部で7状態、7揃い、オッケー状態になってると、7がもう揃うの、これで。で、揃うと、鬼狩りラッシュをストックしてくる。ストックしてくる。いくよ、いくよ。やっぱ揃うんだ、やっぱ揃うんだ。鬼狩りラッシュを上乗せたわけで、ここでロングロックとかキュッキュッてくると、これがパキーンって割れてこうってくるわけ。もうクーっていう感じ。もうちょっとこれはもう伝わんねえかな、伝わってるかな。いくよ。空に輝いてる私の希望。ふぅー、ナビなし熱いよ。あー、来てる来てるぜー。で、これはジャックチェリーですけれども、7揃い状態が一つランクアップするわけで、次のゲームでまあ落ちちゃうんだけど、リプレイを引けば7揃いの可能性がある。愛してるぜー、サンキュー。あ、惜しい惜しい。ほいで、これで継続確定だから、これ楽曲大丈夫か、ジッタリンジンなんだが。リアルメッシーさん、ありがとうございます。デレレレー、大吉さん、ナイススーパーマイド、ありがとうございます。ザッスさん、ありがとうございます。はい、で、まあ3個あるんで、3回7は揃うんですけども、そこで30分の1、おおむね30分の1を引けばロングロック状態になると。あ、違う、俺ミスってるわ。ニコニコだから4回揃うわ、4回揃う、もう1回揃うで、さっきの桃姫ボーナス中の、ストックでループを持ってれば、大体持ってないんだけど、持ってればもう1個出てくる。あ、ね、まあ額面通り120ゲームと。やばいっしょ。やーべえな、もうほんま。あー、来てるぜー、もう一丁。ダメか。起立。これでね、スイカだったこと一回あんだよ俺。やった、本当に終わった。もうこれか、逆転したろ。おいやっしゃいカモン、よーし、これはすごい、これはちょっと神がかり的な引きを見せましたよ今俺。うわー、えぐ、無我の境地だね。で、鬼狩りラッシュですわ。鬼狩りラッシュ。で、最低2個は揃うんで。はい、2セット目ですね。で、ストーリーがこう進んでいく感じになるんで。いや
音が変わりましたよね。でこれ3セット目までいくとちょっとエンディングが見れるぞっていう流れになってくるんで、ラス熱っ、よし避けたーっく、勝負あったぜ、たまんねえべこれ。ナイス、これ普通、これ普通ね、大体2個だから鬼狩りが。これまたいい楽曲ですからね、皆さん耳の中ポジってよく聴いてください。はい、風合わせる異常な感情がこう囁いてる、恋の行方不安に似合う日焼けの空にいるよ君の声も最高かよ。ある日夢に描いた希望のかけらを出して、こじ開ける柵が出てしまう、その前に歩いスペース翼広げ、はあはあ、いやー思い出ですわ、思い出ですわ、あっちーぜー、知らぬ東の空、あー惜しい惜しい、もう身が持たないんだけど、身が持たないんだけど、ちょっとこのナビの音ね、ナビが出る時の音、あー惜しい惜しい、ふぅ、これ8ゲーム消化するともう熱いとこ来るからね。あ、もうちょっと待って、消化させて消化させて、熱いな、もう残り7を待ってらんなかったやつだねこれね、即入れ。はい、もう MB なんでファーストアタック確定、ファーストアタック確定、勝てて加えて、13枚ベルだったら14枚ベルを次のゲームも出そうとしますから、今戦死状態ダメージ200だったらもうこの時点でもうゼロ角を超える前角ですね。これちょっと今日初めて作った言葉なんですけど、使っていいですよ。これ今前角です。ゼロ角のさらに前です。はい、前角です。よし。で13枚なんで、はい、もう勝ちですよ、ね。何これ。ねえ。こっからも来るからね、こっからロングロックかかると、こっからビビビビビビビって入って桃姫ボーナスって来るから。
いやこれはちょっと身が持たねえなマジでな。さあ4回揃うんで最低。で、2個ね、2個。で、4個で、一応見た目上ここで終わる場合がある。あー、そう甘くないな、やっぱな。あっちあ熱いね。はい、強い、えぐ、勝負あったぜ。あーだ、おいいう感じですね。わしが相手じゃ。で今周回、鬼の城を周回してて1周目が終わって2周目で、これで、また裏に勝つことができれば3周目に行きますね。ちょ弱いね、これ弱いね。あやばやば、100年早いわ。でここでスイカかチェリーかなんか引け、まあ引かないんですよ。昨日だからこうやって打ったらさ、こう普通こうなんですよ。スイカテンパイしたから何事かと思った。でこれが転落リプレイ、終了リプレイで、ART 1300枚のセッションが終わったっていう、そういう感じ。はい、ちょっと弱いかな、 2.2 枚にしては。で、ここからはまた滞在してるモード、モード A、モード B、天国によってゲーム数、当たるゲームが決められて、そのゲームを消化すると当たるっていう。新回転、うん、いいよ、セクシーだよ。お、うまいね、うまいね、うまい。あ、はい、これ MB ですよ、お母さん。いいですか、これ MB ですよ、MB ですよ。はい、ってことは攻撃確定。うまっ。まあもともと俺が鬼神なんでね、俺が鬼神なんで。いいよ、ダイナマイトだよ。やば、ちょっと俺鬼神すぎない、鬼神すぎない。うん、ちょっと俺のこと鬼神の助って言ってもいいよ。うん、このまま勝ったらね、このまま勝ったらね、うん、あ、これ強攻撃なんで多分ベル揃いますわ。あーダメか、300じゃオーバーキル扱いになんねんだ。あー、はい、いう感じです。鬼狩りだっすよ。まあまあまあ、で30分の1ね、ロングロック30分の1なんで、ここまでは確定、2個までは確定、3個目来るかどうか、うん、ああ、まあまあ2個だよね、まあ2個。先生の、あー、やっぱ面白いな。ああ、ベルを取りこぼしてもおしまいという感じでございますね。ちょっとここは本当頑張る、頑張るんばだよね、うん、勝負あったぜ。私が鬼神の助でございます。ありがとうございます。はい、あー危ない、あー先生の勝ち、
な。通常キルだとやっぱきついよね。やっぱヘッドショット決めたいよね。ヘッドショットね。わあ、昨日のあれは奇跡だったな、マジでな。はい。無限の地に果てよ。無限の地に果てよ。無限の地に果てよ。とりあえず当ててもらいましょう。はい、431ゲーム。はい。どのゲームだ。824ゲーム。自生の句を唱え。ちょっと羅刹が厳しい感じだな。ただまあチャンスアップパターンが出れば全然勝てるんで。よし。さあ、どうなんだ。846ゲーム。グッチャー。ちょっと一回だけやってみる。ちょっとやりたい。ちょっとやりたいです。鬼狩りだっすよ。あった。ただ2個よりは薄いんで、3個目揃ったらちょっと継続率に期待。うん、期待。勝てて加えて30分の1ね、これ、ね、30分の1です。うん、熱い。よっ、待ってスタートがファイターからもうある、ある。お前何やってんだよ、お前ちょっとマジかよ。ロング、あ、ロングの可能性もある。ロングの可能性もある。うん、マジか。おー、でも50杯ルーパーあるから、最低50杯ルーパーあるから。やばい、やばいぞ。この時点でもうちょっと60杯の期待、60杯の期待しながらの、しながらの50%、60%、87%、80%、90%だから。いい、おお、あれ、これ67はあるね。67はあるよ。67。はい。お前しょうがないぞ。80あるぞ。何個210です。十分だね、グッチョブだね。 67% で頑張ったか 80% で頑張ったかっていう。 90% だったら残念だけど、それを知る由しはないんだよね。うん、いや興奮するね。7回のうち30分の1引いたらこのゲームじゃ収まってないから、ね、収まってないから。もう熱いんですけど。あ、面白いでしょ。これを一回経験しちゃうと鬼の城の通常時なんか全然もうちょっとあの下品な言い方するとへでもない、ほんとへでもない、おならでもない、もう全然おならでもない、おならじゃないのよって感じ。ほんとにおならでもないから。うん、はい、お願いします。あ、変わんない、もういいよ、やっちゃって。うん、今俺ちょっと喋ってんです、気持ちよくなっちゃった。はい、しんごさんナイススーパーチャット、桃揃いを狙います。お、いいよ。あと3分の1、2回。3分の1、2回。はい、はい、よ。復活もないない、ない、うん、そんな甘いこと。だって3分の1を3回引くだけの簡単なゲームだよ。うん。あ、来てるよ、犬飼、来たよ。もう一声欲しかったけど、ワンチャンあるよ。弾を、よし、思い出した。今パーンって記憶が、引き出しがバラーンと開いた。あの、鬼狩りラッシュ中にこれのあれって決めてんだったわ。だから、
7揃いの数が多ければ多いほど、この最後の継続演出をパスしてる可能性が高くなるんだって。なるほど。今俺は今引き出しがパーンって開いたね。うん。OK。 633枚。ペルペル君は何になりたいの？サラリーマン番長です。はい、ということで3夜目はこの辺でお知らせでございます。はい、いう感じでやっていきたいと思います。はい、 50% ね、だから半分いくんで、あ、ダメだね、123でこれだからちょっとダメだね。よし、とりあえず起死回生中にレイアクっていうのは僕1回しかないんで、一発ちょっとさぶっ刺したいよね。これはようやく来ましたね、レア役ですわ。レア役です。はい、ただ線なんだよこれ、強制、あ、弱制、うわー、ほら900なのよ。まあでもまあすごいね、もう一発レア役すぎ、キャッチャーとか、待って待って待って、これオーバーキルできるね。うん、危ない、あーダメだ、これはもう強攻撃してるから、あー避けらんねーよこれ。無限の地に果てよ。あー来るね。ってことはこのまんま連続演出に発展するか、このまま強いやつ、桃源の道っつって、こうてんれーな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 ーと、こういう感じのやつでございますね。はい、ララ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 ラ、最高だね。あ、いきなりそこ行くんだ。さあ、お待たせしました、本日最初のロングロックチャンス。マイル、もう 50% でこの状態はループするからね。いい、だからものすごく大事な局面ですね、今これ大事な局面です、今。はい、とりあえず 50% 継続させることが大事。スタートランプついたわ。うわー、50杯引ったら、こ
2回目の7揃いがまあたられば禁物だけど、もしこれで200で終わってたら、まあ叩きがいのある ART だったんだけどね。今うわよし、とりあえずだよ、ロングロックしたっていうのはまあ前進だな。あら、かわいい。な、言ったろ、鬼の城は面白いんだよ。見てこれ。直っていうか、まあ要はその寄進状態中、まあ兆候以上にいて、でチャンスを消化してる間にゲーム数解除の前兆踏んで、結局こういう形の特殊なパターンで告知されるっていう、すごくパチスロならではのね、セクシーショットですね。はい、ありがとうございます。こうしちゃうね。すんげえ揉まれてんな。さあ、所詮人よ。よし。よし。チェリー、弱チェリー何分の1だっけ ?130 分の1ね。レッツゴー、出たし、オーバーキル来たべ、俺よーし、こりゃ来たべなあ、よーし、行くぞー。オーバーキル勝負あったぜ。いやショートアロー炸裂からのオーバーキル、これはちょっとループ率持ってるぞ。最後の最後に行くぞ。スタート音変化、イエス、ダメだ、もうなんで3個なんだよ、もうオーバーキルしたじゃん、もうたっぷり楽しませてちょうだいね。お、これワンチャンあるね。オーバーキル効果ですか？大したことないのね。
じですかね。最後オーバーキルまでは持ってけましたけれども、あいにくな感じと悔しみだけが残ったそんな4夜目でございましたけど、まあパチスロはこういう感じなんだよっていうところが見れてよかったんじゃないでしょうか。この6はやれてない方ですね。テクラムリシンさんスーパーチャット来ましたけれどもですね、まずロングロックを1回しかしなかった。であとはオーバーキル2回したんだけど、ループ率持ってるぞっていうのはペルペルが台打ちした1回だけ、あの時だけだったよね。で6はやっぱそのループ率の振り分けが優秀なんですけど、やっぱその設定差がある部分を生かしきれないと鬼の城だけに限らず、6だろうが1だろうがまあうまく結果が伴わない。ただスランプグラフ見てもらっても分かる通り、ほぼプラマイゼロ、これがやっぱりその5号機設定6の底力というか、まあこの結果で底力まで言うのはいかがなものかと思うんですけど、負けないっていうところがやっぱ強いですよね。はい、いう感じでですね、2ヶ月以上にわたって、バンバカからスタートしまして、バンバカサラリーマン番長31日かで19日間の設定後で50日連続配信やった後の4夜連続っていうのを、秘宝伝番長2初代番長で鬼の城と、あ絆が抜けてるね。だから5週間にかけて4夜連続をやったんですけれども、ようやく一つの区切りということで、次回6月16日火曜日8時から少なくとも11時、夜11時まではやりたいと思ってます。3時間はやりたいと思ってます。サラリーマン番長で、バンバカなんとかスペシャルっていうのをつけてちょっとタイトル考えてやりたいと思いますのでね、ぜひ遊びに来てほしいと思います。はい、はい、長々とありがとうございました。また来週火曜日お会いしましょう。おやすみなさい。ありがとうございました。おやすみなさい。